こんにちは。こんにちは。2021年新春第2弾という形ですね。すねはい、まあこの2弾があるっていうことは、続いて、はい、ヘッドが、はい、新しい何か商品を出すってことですよ。そのようですね。はい。はい、グラビティですね。はい。まあ、ヘッドのツアーラケットの中では最も最後に出てるシリーズとして10年ぶりに新しいシリーズ出したね。2019年にね、発表デビューをしているモデルになりますが、今回これが2021年、新しくニューモデルとして、はい、まあ、いわゆるシリーズ第2弾ですね、こちらが登場する、はい、テクノロジー、そしてその商品のコンセプト、いつもその辺はねこう私の方から解説させてもらうんですけれども、誤解がないように聞いていただきたい。あえてそこの変更をしていません。テクノロジーとしても前作をそのまま踏襲をしている。そしてスペック、そういったところも基本的にラインナップそのまんまスライドをさせています。そこのね理由のところを先にお話をしなければいけないんですけれども、先ほど言ったようにヘッドとしては、まあ、一番新しい、ね、シリーズとして出た。ただそれが出るまでの間、かなりの時間をかけてしっかり開発をかけてきて、でその開発のコンセプトが何かというところを、まあ、当時もねお話はしたんですけれども、やっぱり今の現代のテニスというか、より展開を早くしようとするとコートの中にアタックとして入っていきます。そうすると当然コートの長さ変わらないんで距離というのは短くなります、うん、短い中にコントロールして収めなきゃいけない。でもその前に、ね、ネットという障害物があるというこの部分は全然変わらないので、より短い距離に鋭く強く打たなきゃいけないっていうことを、よりじゃあどういうふうに形にしようか。実は展開を速くするためには大きくテイクバック取れないんです。今のトップ選手たちのテイクバックってテイクバックの位置が体の背中から見えないと、うん、見えね、ね、全部前にあるというような非常にコンパクトになって、その前を速く大きく強く振ると、それによってボールに強さを加えていったりね、回転量を加えていったりっていう技術をやろうとしているところ、そこに徹底的に分析、そしてフレーム側が何ができるかっていうところを本当に研究して作ったモデルになるので、あえてここでじゃあ短期のうちにもう次のステップに行くというよりは、実際結果を出してきている選手、もともとトップキャラクターでアレクサンダー・ズベルがいますけれども、逆にこのラケットの性能性格に惚れ込んで女子ナンバーワンのアシュリー・バーティーも、ね、はい、2020年からスピードが変わりましたからね、これに、まあ、彼女なんか女子プレイヤーとしてはあのスライスだったり、うん、いわゆるボール この運び方とか回転量の使い方なんていうのは本当に抜群のこうキレを持ってるね、パワー一辺倒のテニスの中で本当に技でうまく対抗していく選手だななんて思って、ね、うん、見てるんですけれども、さらにですね、そのラケットのやっぱり性能性格のところに惚れ込んで、ついにチームヘッド、そしてチームグラビティに加わってくれるルブレフ選手がですね、うん、この2021年からグラビティの使用を開始すると、まさにラケットガンがやろうとしていることに対して選手たちも反応してくれてる、はい、でもちろんそのトップ選手の、ね、レベルだけで使うんではなくて、それをじゃあね、今のジュニアの子たちもそうかもしれない、でも一般の人たちにとってもそういうプレースタイルの変化っていうのはどん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 ね一般に降りていきますんで、うん、それを実現するべく、ラケット側にもういい意味で頼ってほしいっていう、まあ、要はあれですね変えない勇気ってことですよね。いいこと言いますね。ね、本当にその、ね、いい自信を持ったテクノロジーであるんで、そこをね変化させずというところ、はい、その代わりデザイン、はい、その代わりじゃないな、違うね、このデザインはなかなか出せない。本番に作ると見に行ってま、はい、行きましたね。このデザインはどうやって出してんねやと、グラビティ特有の表と裏が、はい、ね、色が異なるよというところは、表面と言われる方が、あの、まあ、これ前作で使われてたようなちょっとターコイズがかったグリーンからイエローにかけてのグラデーションになります、はい、そして、まあ、裏側と一応される方ですね、紫パープルから水色のブルーのようなところへのグラデーション、これほんまに上から下の色に変わるのにどこの見ても違和感ないです。もうほんまにいつの間にか黄色になってるって、絶妙にこうね絶妙ですよ、変わってるというね、はい、そのデザインがまあ大きなね、もちろんものとしての特徴なんですけれど、まあ、あの本当にグラビティの特徴ちょっとここおさらいになっちゃうかもしれませんけれども、もともとですねこのフェイスの形状
っていうところにまず一つ目の大きな特徴があります。スイートゾーンという言い方をするんですけれども、まあ、従来このねストリングスのメインとクロスの一番長いとこ同士っていうところが、まあ、フェーズというかストリングス自体のこうたわみ込みが一番深くなるからパワーは出やすいですよと、で中央部に来るのが一般的なラケットです。なのでそれよりちょっと上で打つ選手が多いというのはよくお話しますけれども、はい、要は若干パワーが落ちるところで捉えることで逆にそのフィーリングというかね距離感を出す、そういった多分選手が今まで従来というのは圧倒的に多いんです。であればちょっと上を膨らますことによって従来よりも若干上にこうずらすことによって捉えている位置と、いわゆるストリングスのたわみ込みが一番深くなる位置っていうのを一致させちゃいましょうと。ただもちろんそれだけじゃなくて細かいこと言うとですね、グラビティのはちょうどこの辺十字とか二字とかの位置あたりを断面これテスボックスじゃないんですね、うん、全体的にはこうボックスっぽい雰囲気に見えるかもしれませんが実はこの辺かなりこうラウンド化させてます。 そうですね、はい、それによって剛性というか反発感を上の方は高めるんですけれども、一方この辺がね見えないんですが、フレックスグルーブという言い方をするんですが、こうフレームの断面図グロメットが入る位置の深さ、この溝ですね、これが下に行けば行くほどどん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 深くなるんですよ、うん、フレーム自体の剛性は高いんだけれども、それがあることによって粘り感っていうのがしっかり飛ばしてくれるけども必要なコントロールをどれぐらい、まあ先ほど言ったように短い距離を打つためにやっぱりスピン性能というのも相当必要になってきます。そういったところを本当に全体的にフレームがね実現しようとするラケットなので全然難しくないんですよ。そうですね、こうなんかラケットラインナップで見るとプレセージの横に置いちゃうんでついついねハードそうなイメージあるかもしれませんが、本当にそんなことはないというところ、まあね、本当にラケットへの興味の入り口はこのデザインであっていただいても構わないんですが、はい、その中でさらにこう選べるスペックラインナップというのがね、うんうん、いっぱいあるんで簡単に紹介だけすると、まずまあ重い方からというかハードな方からまずプロですね、はいはい、まあ、重さが315、まあ、それ以上に厚さが20ミリだというところ、ここがちょっとね、特徴かもしれません、まあ、このシリーズの中で唯一ですけれども、まあ、これはさすがにしっかり振りましょう、いただきましょうという位置づけになります、はい、で続いて、ツアーですね、こちらは厚さが22ミリに上がる、うん、それだけでもフレームの、ね、やっぱ飛び感というのは上がってはくるんですが、ただプロとツアーが共通しているのがストリングスのパターンがね、縦糸が18本、で横糸が20本、はい、要はボールを潰しに行きたいからと、うん、で、まあ、ちょうどこうね基準になる MP、はい、まあ、ちょうど一番ね、使っていただきやすいスペックにはなってくるんですけども、重さが 295g、はい、でそれ以上にですね、ツアーと同じく 22mm 厚なんですがストリングスパターンが 16×22、単純に軽くなったよということではなくてその辺の変化の方がプレースタイル、ボール、飛ぶボールには、ね、直結してくると思うので、ね、粗くなった分だけちょっとパワー感とか、はい、スピンに、ね、つながり引っかかり感とかっていうのは高まってくるかなと、そしてその MP のコンセプトを重量として軽い方に持っていくという考え方の MP ライト、はい、こちら 280g まで落ちます。基本的には MP と全く同様のモールド、はい、の中でウェイトをグッと下げることによってこれはまあ例えばジュニアであったり軽さによってスイングをね、うん、よりスイング自体を強化したりというね振りやすいモデルになるんじゃないかなと。 S、はい、これはね実は個人的におすすめなんですよ、うん、まず大きさですね、104、今までのモデルは全て100という大きさになるんですけれども、はい、これだけちょっと大きくなります。それと同時にフレーム厚の部分ですね、24ミリに、ね、ちょっと上がるんで、かといって24なんで、まあ、いわゆる黄金スペックと言われるものより薄かったりするんですが、うんうん、非常にそのパワー感が上がるのに乗るんですよですね、はい、本当にそこがでスイングスピードがゆっくりでもその乗り感がすごい感じられるっていう、これ面白いラケットだなという、うん、こちらが、全て発売日は3月の4日です。当たり七夕の次の日ですね。七夕違う次の日か確実に次のね世代を担う選手たちでやっぱりそれを今度目指すジュニアであったり逆にそういうテニスに憧れる一般の方だったりですね、学生さんだったり、もう本当にこのグラビティっていうところのベースコンセプトっていうのをしっかりとね理解というか、まあ、イメージしてもらえれば、
なんとなくその難しいとかっていうじゃなくて、逆にハードルをぐっと下げてもらってね、いいボールを飛ばせても、はい、飛ばしてもらえるラケットとなるんじゃないかと勝手に思っておりますので、よくある質問、ちょっと小林さんの方から説明します、はいはい、スピードとグラビティはどう違うのってよく言われるんですよ。やっぱりどっちも剣食いつきのコントロールと、はいまあ、スピードもスピンを売りにしてる、うん、グラビティもどっちかというと似てるところですけど、はいはい、先ほどグラビティで言ったように、例えばその上と下でフレームの断面形状を意図的に変えてる、これラジカルなんかも実はそっちなんですけれど、うん、スピードってそこまで変化させないんです、うん、だから非常にこうフレームそのものが素直な作り方で、フレーム全体でこうしならせたり食いつかせたりすることによって、技というよりは一定のリズムテンポを上げて打ち続けたいような人にとっては、多少外してもその挙動の変化が少なくなってくるんで、そういう意味では振っていきやすいラケットかな、ちょっとマニアックなスピードの 方、はい、に対するとグラビティの方が実はそうフレームの部分部分でいろんなことを合わせ持ってるんで、例えばこう表現としてはね、この上の方に集中してますよと言うんですけれども、要は逆に言うと初めからある程度広い範囲に外すことも想定されて作られているようなラケット、これがグラビティなので、振ってほしいっていう欲しい部分はあるんだけども、振らなくても意外に広い範囲でカバーしてくれる、フレーム側のテクノロジーとしてはグラビティの方がより新しいことに挑戦しています、うん、スピードの方がどちらかというとクラシカルです、うん、当たった時の軌道ってグラビティの方が高く上がるっていうイメージですか、はい、同じスイングでスピードとグラビティ打った時は、はい、やっぱりグラビティのフレームの最初の形もあって、はいうん、グラビティの方がちょっとやっぱり高さを使えるラケット、意図的に上げようとしたらやっぱり上がりやすいと思います。ではありますよね、はい、なるほど。だからこうただスピン性能がいいですよ悪いですよの比較ではなくて、うん、そうやろうとしたことに要はもうプラスアルファしちゃうから上がっちゃうよみたいなね、うん、そういうイメージは持っていただきたい。はい、わかりました。またこうマニアですね、あれ質問、いやよく言われるんですよ、はい、まあ、こういう、ね、回答で良かったのかイメージしていただければと思います、はい、発売はだから耳の日の次の日ね、はい、耳の日の次の日、はい、ひな祭りの次の日ね、次の日ね、はい、はいはい、よろしくお願いします、はい、ぜひご予約お待ちしております、はい、ありがとうございます。